女子駅伝ドルーリー4試合化した小学校時代前に人見えると闘志みなぎらせる負けん気の強さ。小なり陸上、全国都道府県対抗女子駅伝大なりひし形15日ひし形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール42195キロ。一人部員が、ロス五輪の星、簡単ふ。岡山のドルーリーシュエリ、シエリ、津山鶴山中3年。が3区3キロに登場し、同区歴代1位となる驚異の17人抜きを披露した。区間新の9分2秒で従来の記録、13年高松持ち無線尾、19年南日向を8秒短縮。昨年8月に全国中学校体育大会1500メートルで優勝した力量を見せた。中学の陸上部で3年女子は1人だけで、たすき渡しも初めて。28年ロサンゼルス五輪に向けて規格外のニューヒロインが現れた。ドルーリーの恩師が京都を訪れて声援を送った。地元の津山ジュニア陸上競技教室で小学校時代のドルーリーを指導した佐藤俊二氏61は在籍時はリレーにも出ていたのでスピードを持っている。それが今の距離でも活かされているんじゃないかと活躍を喜んだ。当時から美しいフォーム、前に人が見えると闘志をみなぎらせる負けん気の強さがあったという。レース後に声をかけると本人は悔しげな様子で8分台を狙ってたんでしょうね、と話していた。女子駅伝怪我しないようにちょっとずつ。壊したくない、快走ドルーリー守衛里に山口栄里監督。小なり陸上。全国都道府県対抗女子駅伝大なりひし形15日ひし形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール42195キロ。陸上界のニューヒロイン候補で岡山のドルーリーシュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年が3区で区間新記録を樹立した。38位でタスキを受けると、あっという間に17人を抜き去った。背筋の伸びたフォームで3キロを9分2秒で駆け抜けた。中学3年生女子の快走で都大路に衝撃が走った。シドニー五輪女子マラソン7位で岡山の山口栄里監督、50イコール天満屋女子ヘッドコーチもドルーリー守衛里の素質の高さに太鼓判を押した。走りが全然違います。中学生の走りではないですね、と言い切った。象徴的な光景がある。昨年8月、全日本中学校陸上競技選手権大会1500メートルを優勝。レース終盤、周りの走者は上体が激しく揺れて必死に両腕を振っていたが、ドルーリーは上半身がピタッと止まったまま。山口監督も体幹が振れない走りをしている。この辺、腰回りがしっかりしている。足が長いのもありますよね、と特徴を挙げた。腰高で、ストライドが大きい。以前と比べても走りが変わった。腕振り、腰の位置やピッチもそう。力がついてきた分、かなり走力もついています。山口監督は99年東京国際で、当時日本歴代2位の2時間22分12秒。0年シドニー五輪は転倒しながら諦めず7位入賞を果たした。世界を知る目線からドルーリーに期待する。怪我しないように自分でしっかりコントロールしてちょっとずつちょっとずつ登ってほしい。やっぱり壊したくない。こんなことも明かす。まだ補強筋力、トレーニングをしたら弱いです。伸びしろも無限大のニューヒロインが現れた。酒井俊作。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。